現場の西山さん。はい。12月19日火曜日。はい。ラーメン西山へ天気予報の時間です。はい。ありっす。ありっす。じゃあ木村君空見ましょうか。はい。どんな感じですか。今日は晴れそうですかね。今日は晴れですね。はい。深夜にちょっと雨降る可能性がありますね。もうはい。最高気温が8度。はい。最低気温が3度。はい。なんか冬らしい天気になりましたね。そうですね、冬ですね、急に。で、水木はちょっと暖かくなるけど、はい、週末はまた今日みたいな天気になるから、はい、寒くなりますね、はい。で、西日本とか東北の方はもう大雪、はい、関東はまあ雪は降らないけど多分寒い感じですね。今週の週末は、はい、で最近あれですよね、TikToker とか、はい、インスタグラマーとかうちによくなんか取材に来るんですよ。ああ、そうですよね。そう、この間もなんか取材に来て、はい、なんかバズってますよね。バズってるらしいですね。すごいですよね、はい、やっぱ外国人がすごいなんかいいねしてるみたいで。ああ、そうですよね。そう、そうそう、お客さんいっぱい来てくれますかね。来てくれるんじゃないですか。あと自分が結構同じような動画をやってるけど全然バズんないですよね。ああ、なるほど。何ですかあれは。わからないですね。やっぱバズる人が投稿しないとバズんないんですかね。ですかね。ほんと、ずーっと同じような動画撮ってるのにバズってないですよね。うん。そう。で、なんかちょっとした人が、有名な人がちょっとやるとバズってるんですよね。そうですよね。そう。まあ、お客さん増えればいいですかね。まあ、そうですよね。はい。そんな感じです。はい。ではラーメン西山の天気予報の時間でした。はい。ありっす。ありっす。